アルハこんにちは、 DJ ソーライズメロージャム TV。 いやー、今日めちゃくちゃ暑いっすね。めちゃくちゃ夏が来たって感じで、もうめちゃくちゃもう汗ダクダクで、エアコンつけずにもう昼間在宅で働いてるんですけど、もうほんと夏がもうほんと好きすぎて一生夏がいいぐらいなんですが、今回ファンタジーレコードキーパー、まあ熱いガチャが出たってことなので、今回、まあ、ミスリルジェムは使うガチャになるんですけど、まあ、星71個、星62個で星5が8個ってことで確定で回せるガチャなので、ぜひかぶりがあまり少なそうな新規の方とか、あんまりこうミスリル貯めててフェスにやるんだけど、でもちょっと新規は欲しいなっていう方、迷ってる方、まあ、参考になればと思うので、ガチャ引いたのでご覧になっていただけたら不幸中の幸い極まりないということで、それではガチャ動画行ってみましょう。レッツホロイムは、はい、来ました、グローリーフェスティバル直前スペシャル装備召喚来ましたね。来ました。はい、これやばそうですね。グローリーフェスティバル開催を記念して、グローリーフェスティバル直前スペシャル装備召喚を開催と。こちらの装備召喚は期間中1回限定で11連レア装備召喚をミスリル50個または2910ジェムで実行することができますと。グローリーフェスティバルの直前スペシャル装備召喚では星7装備1個確定、星6装備2個、星5装備が8個確定の強力な装備を手に入れるチャンスということで、やってみたいと思います。はい、早速なんですがやってみたいと思います。いやー、これ結構お得ですよね。特に新規勢の方だったら得なんじゃないかなと思います。それでは早速回してみましょう。フェス前スペシャル装備召喚いってみましょうか。ミスリル50個でいきます。さあ、新規頼むぜ。星なら何が出るんだろう、何が欲しいかな。さあ来い、ドクターモズか、来い。うお、これは演出が確定で来ると、これ来ると。おお、これは持ってますね、ユフィちゃん。いや、適当に言った、サッツかもしれない。サッツじゃない、エッジか。あ、何このパンツ、このパンツ持ってないでしょ。ゴルベーザさんは持ってますね、このカブトムシみたいな。クワガタか、何この厳重の盾っぽいやつ、ちょっと微妙だな。手袋、赤い手袋、これは見たことない、これは見たことないぞ。さあ来い、ロックさんですね、これロックさん持ってんじゃないですか。さあこっから、うん、分からん、分からんけど来い。なんだこれは、なんだこれは、これ分からんな、誰だ、持ってないと思う。レインさんなんだ、レインさんのシンクロ、レインさんのシンクロですか。やった、新規、お、新規、アーシュラさんの、アーシュラさんの戦技、オルランドゥ戦技。おお、いいっすね、新規ですね。シックス戦技ばっか出るっすね。ロック戦技持ってる、レムちゃんの戦技、レムだったか、あれステラの戦技、当たりっすね。スタメン強化ステアップ、あ、イージスの盾、ディリータ、あ、いや、ゴルベーザ持ってなかったし、全然持ってると思った。新規でしたね、ゴルちゃんの。アザース、あ、このパンツも、イゼル、新規、これ何、6、レオ将軍だ、新規、ユフィちゃんでしたね。はい、ってことで、はい、新規結構多いんじゃないですか、これ 1,2,3,4,5,6,7,8、 8個新規、これ結構いいんじゃないですか。特にミラボ枠と、なんだろう、星7枠もバッチリ新規だったんで、ありがとうございます。ということで、はい、まあ、引き続きフェス直前ですが楽しんでいきたいかなと思います。はい、個人的になんですけど、シリーズハッピーラッキー装備召喚、こちら最後は一気にまとめて動画にしたいと思ってるので、それも楽しみにしていてくれたらと思います。はい、今回のフェスではもう一気に回すみたいなスタイルにしていきたいと思います。はい、まあ、ちょっとライブもね最近復活してきたので、まあ、雑談配信ラビダン楽しんでくれたらいいなと思うんですけど、気軽にコメントくれたらなと思います。新規勢、新規さん、初期勢、何でもこう
初心者の方とかコメント気軽にくれたらなと思います。はい、そんな感じで DJ ソラーズメロージャム TV モチベーションアップになりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。サンキューマハロー。